グルントビークス教会、西正面本堂、北側聖火帯に向かってみた本堂グルントビークス教会は、デンマークの首都コペンハーゲンビシュペビャー地区の教会。最寄り駅は、エンドラプ駅。表現主義の様式で設計された教会の中では、実際に建てられた、稀な例。珍しい外観のため町で最も知られている教会の、一つでもある。デンマークの哲学者、 ニコライ・フレデリク・セベリングルントビにちなんで名付けられた。教会建設の設計者は建築設計協議により決定されることになり、1913年、イエンセン・クリントが勝利し、設計者に決まった。この新しい教会の基礎は1921年9月8日の第一次世界大戦後にようやく敷かれた。 1921年から1926年まで、主に建設が行われたが、さらに内装とその近辺の工事は1940年まで続けられ、それはイエンセン・クリントの息子、コーア・クリントによってようやく完成した。グルントビークス教会のためのイエンセン・クリントの設計は様々な建築様式を統合して行われている。 この建設計画に備えて建築家は多くのデンマークの教会を研究した。それらの伝統的な建築様式、材料、装飾はイエンセンクリントのデザインを奮い立たせた。イエンセンクリントはゴシック建築の古典派水直材にレンガ表現主義の現代幾化学様式を組み合わせた。ビスペビャーグ墓地を通り抜けて通じる長い波木道の先に 教会は建てられ対照的に置かれた隣接する建物はバロック建築に似た中軸線の景色を作り上げた。教会の最も際立った特徴は西が前かオルガンの外観を連想させる西正面である。その外観には高さ49メートルの城も含めている。イエンセンプリントはデンマークの教会で一般的なイラカ団状キリズマの表現で本堂を 装飾したが先端を二重にすることによって新たに解釈し直された。本堂は優雅な様相を漂う設計がされた。三重の側廊を持つ境界道は全長76メートル、幅35メートル、本堂の高さは22メートル。内装はゴシック建築によって改良され、集まった1800人の人々にふさわしいものである。 典型的なデンマークの建材である600万個の黄色いレンガが使用された。同時期に教区の集会所とアパートからなる多くの建物が教会の隣に建てられ景色の迫力を高めている。教会は奉仕の時だけでなく一年を通して訪問客に開放している。素晴らしいマークスセンオルガンはコンサートに定期的に使用されている。 グルントビークス教会の数年後に始められたアイスランドの首都レイキャビークのハットルグリムス教会はゴシックと現代様式の要素を比較統合したものである。ありがとうございます。